はい、皆さんこんばんは、100円です。今日はなんか髪の毛が五右衛門みたいになってんだけどいや、坊主にしてから一回もなんか床屋行ってないんですよ。全部自分で再度切ってて五右衛門みたいになってんな。まあいいや。ということで、久々のお菓子レビューです。あー、もう前回のやつが確かのマシュマロのやつだったんですよね。で、ミクの人形かなんかとデートの疑似デートみたいのして気持ち悪いっていっぱい言われた、まあ、ものだったんですけど、今日もね、買い込んできました。っていうのも生放送を最近やってて、夜な夜な、でその時に100円さんのやっぱお菓子レビューがもう一回見たいですよみたいなね、コメントがちらほらあったんで、買ってきました。ということで今日は、まあこれ音わかります？わかんないかな。あの、ザ・アメリカといったら、まあ何を連想するかですね。まあザ・アメリカなんて聞くと、ハンバーガー、フレンチフライズ、ピザ、まあそこら辺考えるじゃないですか。でもお土産にしたら何が一番喜ばれるのかなって考えた時に、多分これ喜ばれるんじゃないかなと思います。わかりましたか？こいつです。じゃららーん。これはね、まあジャーキーですよ。コリアンバーベキューレシピっていうのが、さっきコスコ行ってきたんですけど、コスコでそのなんかね売ってたんです。で、まあビーフジャーキーって聞くと、まあビーフってもうタイトル入ってるんで、まあ牛だと思うでしょ。でもアメリカっていろんなタイプのジャーキーが売ってるんですよ。例えばまあこれは豚なんですけど、豚とか、あと鶏とかも見たことありますね。鶏肉ジャーキー、あとアメリカの方ってハンティングによく行くんで、鹿のジャーキーとか、まあ鹿は多分日本にもあるかな、バッファローとか、いろんなのをもう乾燥させてやってるんですよ。で、味も例えば通常のオリジナル、なんかまあ塩と胡椒のやつとか、あと照り焼きとか、あとちょっと辛いなんか、あの唐辛子が入ったやつとか、いろんなものあるんですけど、これをそのさっきコスコの試食で食べて、めちゃくちゃうまかったんです。多分今まで食べてきた中で一番美味しかったかもしれない。これね、何がうまかったかっていうと、日本でも以前誰かに送ってもらったお菓子で、濡れせんべいっていうのがあったんですよね。で、濡れせんべいってなんか、もうおせんべいが濡れてるなんて考えられないんですけど、もう汁がたっぷりついてて、まあ、ふにゃふにゃしてるおせんべいなんですよ。それと同じ感じで、このビーフジャーキーも完璧に乾かしてなきゃいけないはずなのに、タレで湿ってるんですよ、こいつがね。しかも、コリアンバーベキューレシピなんで、まあ、味で言うと多分、コリアンバーベキューって言うと、あれなんだっけ、カルビみたいな、あんなような感じの味付けで、まあ汁たっぷりみたいなことですね。この袋で、15人食べれるみたいですね。そして、カロリーが、まあ、1000カロリーぐらいですね、これで。まあはっきり言ってこんな一人で全部食えますけどね。さあ食いましょうか。じゃあ、いやー、コスコって最高ですなー。あー、もうね、やべ、あのね、まあちょっと高めの焼肉屋さんに行った時にする匂いがするんですよ。中は結構たっぷり入ってますね。もうてんこ盛りに、見てこれ日本のビーフジャーキーなんか結構スカスカじゃないですか。アメリカちゃんと入れ、コスコはちゃんとやってくれんな。ということで、まあちょっと一番見せやすいやつ、このね、皆さんね、このテカリが見えます？これちょっと湿ってる感じなんですよ。なんかね、にじみ出てきてるっていうか、肉から。でもちろんあのコリアンバーベキューなんで、ちょっとごまもね意識してついてます。柔らかいっちゃ、まあ柔らかいですかね。
あー、あのね、これでご飯 3杯ぐらいいけるな。昔あの加藤茶が貧乏だった時にイカの燻製、イカの燻製じゃないや、イカのほらおつまみあんじゃん、あれでご飯食ってたっていうエピソードがありますけど、もうこれでご飯何杯でもいけますね。本当に焼肉食べてるみたいです。柔らかいんだよ。でも肉厚なんですね。ペラッペラの、よくアメリカからお土産でもらうやつで、天狗のビーフジャーキーあるじゃないですか。俺あれはね、もらったことあるけど、一回も美味しいと思ったことなかったのね。だけどこれは、もう、なんか、レベルが違う。全然違うな。やばい。ちゃんと網網のこうマークもついてます、肉にね。網の。で、このお肉の、ちょっと見えにくいんですけど、ちゃんとこう色が変わってんですよ、中まで。っていうことはしっかり味を中までつけてるってことなんで、一口一口噛むたびに、肉からその、味がね、滲み出てくると、いうことっすね。うんげー。これほんと食べさせてあげたい。あのね、濡れせんべいならぬ濡れジャーキーですよ。これはマジうまい。日本のコスコ売ってんのかなこれ。でもコスコブランドではないんだよな。どこだろうこれ。これやべ。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。声聞こえてた今。聞こえてないかな。うまいわ。あ、待って、なんか書いてある。あ、書いてあるわ。50年前に、台湾の小さな町、チャングフアで、医学を勉強していた生徒が、冷蔵庫に入れなくてもいい食べ物の研究を始めました。そして彼の家族はゴールデンアイランドという、高級ビーフジャーキーを作る会社を設立しました。あ、でその彼の息子がアメリカにこの会社を持ってきたと。ああ、そうだ、ね、ゴールデンアイランドっていうブランドか。ああ、そういうこと。へえ、ぜひ食べてください。ここに、ね、書いてあるウェブサイトがwww.goldenjerky.com だそうです。ここに、ゴールデンアイランドジャーキー .com だ。ここに行けば、もうちょっとわかるみたいですね。ということで、もうこれ10点ですわ。でもだって美味しいもん、こんな。ご飯がこれで一口食べたら3杯食べれる。これはね、なかなかの経済、今のその、お金がね、なかなかない経済のね、救世主の、家庭の救世主になりました、これ。お母さん泣いて喜びます。これが一切れことご飯出てきても俺文句言わないよ、奥さんに。めっちゃうめえ。これうまい。これうまいわ。いろんなジャーキー食ってきたけど、一番うまいかも。まあ冗談抜きで。めっちゃうまい。いやー、これうまいな。やっぱいいね。豚ですけど、美味しいです。ということで、ゴールデンアイランドジャーキー、豚版、コリアンバーベキュー、10点でお願いします。Peace out!